アメリカホワイトハウスの報道官は、東京オリンピックの開会式と閉会式の小林健太郎小ディレクターが解任されたことについて決定を支持すると述べました。さき報道官は22日、開閉会式の演出を担当していた小林健太郎氏が過去に ユダヤ人の太陽虐殺をコントに使い解任されたことについて組織委員会の決定を支持しましたバイデン大統領の妻ジル夫人は予定通り開会式に出席するということですアメリカユダヤ人委員会はツイッターで小林氏の解任を速やかに決定した組織委員会に感謝すると述べた上でスポーツの世界に反ユダヤ主義の居場所はないと非難しました